エンターテインメントの火を絶やさないという強い意志のもと、感染症対策を徹底した上でアリ観客ライブを開催してきた和楽器バンド。今回のツアーはバンド史上最大規模となる全国28都市30公演を予定しており、ツアータイトルの無限大、インフィニティには、和楽器バンドとしてデビュー8周年イヤーに突入したメンバー8名の音楽の無限大の力を全国に届けたいという気持ちが込められている。初日公演となるパシフィコ横浜国立大ホール公演では、ドラマ、1K のカラスの主題歌、スターライトに加えて、9月10日、金曜日から放送される NHKE テレのアニメ、アハレ、名作くんの主題歌、名作ジャーニーも初披露され、名作ジャーニーのパフォーマンス中は、スマートフォンでの撮影や SNS への投稿も許可された。また会場では、日本の伝統芸能文化をサポートする域、同、タル募金、プロジェクトの第3弾として、岐阜愛傘の募金もスタート。岐阜愛傘は、鈴花優子、VO がステージ上で必ず使用しており、和楽器バンドのライブでは楽器同様になくてならない重要な演出の一部だ。今回のツアーでも岐阜愛傘を使った演出が盛り込まれている。